ゾンビハンター。こちらZPF です。切り裂く高校応答願います。 ZPF から？一体何なんだろう。はい、こちら切り裂く高校です。 ZPF 応答願います。たった今そちらへドローンを飛ばしました。そろそろ救援物資が必要かと思って。それはお心遣い、感謝いたします。それではコンテナを受け取ってくださいね。皆さんの無事を願います。はい、ありがとうございます。救援物資のコンテナが届いたか。よし、取りに行くとしよう。私が仕留める。リロード。ドクルザーか。そこをどけ。なんだこれは。リロード。回収する。あと10体。リロード。駆逐するぞ。リロード。私が相手になろう。毒を食らってしまったようだ。リロード。なんちゅうか。ミッションコンプリートだ。こうすればインパクトが高まるのか。そういえばですけど、上条先輩ってどうしてサッカー部に入ったんですか。それはおう、それはエナミンね。好きな先輩がいたの。それで先輩といたくてサッカー部に入ったの。エナミさんがそんな乙女な理由で。姫路いいじゃん、別に隠さなくても。悪いことじゃないでしょ。でも意外でした。別にそれだけが理由じゃないぞ。私はもともとサッカーをやっていたし、たまたま先輩がサッカー部にいただけだ。先輩目当てで入ったわけじゃない。それでそれで、その先輩とはどうなりましたの。告白とかしたんですか。放課後の自転車置きまで先輩って。ノーコメントだ。それは卑怯ですわよ。そうだそうだ、先輩には本当のことを話す義務がある。どうしてそうなる。もうこの話は終わりだ。えなみさん、振られたんですのね。そうですのね。だからもう話さないと言ってるだろう。マヤヤ、本当のところどうだったの。実は先輩にはもう彼女がいたんだって。それで結局言い出せなかったらしいよ。秘めたる恋か。上条先輩乙女だな。ひょっとしてずっと付き合ってるとか。ねえ、教えてくださいよ。ノーコメントだ。
こちら ZPF、 こちら ZPF、 切り裂く高校、通信願います。あら、何かしら。こちら、切り裂く高校の金崎玲ですわ。何事ですの。今、そちらに救援物資を送りました。そろそろ何か必要になる頃だと思って。まあ、それはどうも。お気遣いいただいてお礼申し上げますわ。もうそろそろ到着するはずですから、受け取ってくださいね。ええ、そうさせていただきますわ。あら、今の音、ZPF からの救援物資かしら。では、取りに参りましょうか。は投げられましたわ。もうこれでよしですわ。これでよしですわ。退場なさい。ふっ、これでよしですわ。ふっ、これでよしですわ。打ち込みますわよ。これでよしですわ。これでよし。これでよしですわ。これでよしですわ。チェゴ、これでよしですわ。拾っておきましょう。チェックメイトだ。チェックメイト。これでよしですわ。これでよしですわ。
それでよし。留守は？いただきますわね。これでよし。留守は？これでよし。はっ。これでよし。留守は？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 これでよし。どうせもありませんもんね。これはアクション映画の DVD じゃありませんか。うむ、新しい戦い方の参考になりそうですわ。ねえ、レイちゃんって空手部だよね。なんで演劇部じゃないの？演劇部？この私が演劇部などに入ったら全て主役。他の部員の方たちなど霞んでしまって申し訳ないじゃありませんの。私の演技力はすでに高校演劇レベルではありませんのよ。それに私、将来はアクションもできる女優を目指しておりますの。そのために今から心身を鍛えておくのは女優として悪いことではありませんもの。はあ、レイちゃんってさ、ひどいこと言うけど結構真面目だよね。アキハさん、あなた一言どころじゃなく二言ぐらい余計ですわよ。新しい武器のようです。
見つけた。諦めない。
拳だ。石拳の白さは心の白さじゃ。え、何それ。さゆりのおじいちゃんの口癖だよ。ああ、これで身を清めてさっぱりできるな。もう石鹸を直にこすりつけてゴシゴシっとね。直に。え、さゆりんってばそんな洗い方してんの。え、なんかおかしい。普通はそんなことしないと思うが。そうですわ、そんなことをしたら肌が傷つくじゃありませんの。私のように絹のように滑らかな肌を保つには石鹸もよく泡立てて優しく洗うものですわよ。ゴーン。そうだったのか。あ、そのガーンってのもおじいちゃんの口癖。ついでに石鹸を直にっていうのもおじいちゃん直伝です。さゆりんのおじいちゃんって変な人だね。した方がいいかも。こちらは ZPF です。通信をどうぞ。こちらは霧崎高校です。救援物資をお願いしたいのですが。わかりました。ではすぐにドローンによる投下を行います。よろしくお願いします。今の音、救援物資が来たのかな。取りに行かなくちゃ。マヤヤじゃなくても大丈夫そうじゃない。まだまだ行くよ、まだまだ行くよ、まだまだ行くよ。
あ、釘バットだ。これでゾンゾンなどマヤヤの敵ではないぞ。釘バットって、あれ、そういえばマヤヤってなんでソフトボール部に入ったの？それはもちろんバットを持って歩けるからだよ。よくわかりませんわ。サユリならわかってもらえるかな。なんとなくだけどさ、武器っぽいものを持って歩くのってかっこよさげじゃない？ああ、なんかわかる。それちょっと RPG っぽいワクワク感あるよね。ちょっとおじいちゃんに怒られるよ。ま、そういうのもあるってことで。でもそれなら剣道部の方がより武器っぽくていいのではありませんこと？剣道部って防具が重いじゃん。ソフトボールならプロテクター軽いし、それにさ、急に異世界に飛ばされた時とか釘バットの方が役立ちそうでしょ。ゲームのやりすぎだ。よっ、ジー、